前線に上がっていっています。山田にファーサイドヘッド、富山先制、コーナーキックから先制点を奪いました。後半の4分です。飛び込んだのは5番の平井で、今日一つ注目のセットプレーから富山が先制点を奪いました。山なりのボールファーサイド、平井出がヒットでヘッドで合わせました。平井出は今シーズン2得点目です。味方と抱き合って喜びました。